はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥーダイというわけでやっていきましょう。ですね、私ね、改築しようと思ってたんですけど、よく考えたらそうだよね。改築の場合ではなかったということを思い出しまして、ちょいとそれどころではないので、ゴミ箱にゴミを突っ込んで、ゴミじゃないんだけどね。ゴミじゃないんだけどね。とりあえず詰め込みのチェックシーのこれを入れてくれて追い出しで本当にいらないいるこれいらなくね。これちょっとワンチャン、これワンチャンいらなくね。使うかどうかわからない。もしなかったら必要だったってことでね。これもいらないよね。あ、じゃあなかったらじゃない。俺が必要、あ、置いてきたって言ったら必要だったことで。これもいらないね。よし、これで、インベントリーだいぶ空いたのでは。よし、蜂蜜もいらないから、バイクに入れとくか、蜂蜜。オフ。イエス。で、金目のものは、売りたいのはこっちに入れとこう。私ね、お金を貯めなくちゃいけない。スタンバトンじゃない、なんだっけ。はい。出てこないね。あれを取るために。これ。これも。よいしょ。金。ダイレクト金や、これ。もう分けてるのめんどくせえ。こっちに詰め込んじゃえ。後で頑張る。これもいいや。よし、このもんでいいだろう。レッツゴー。クエスト。俺クエスト受けてない。おいくら万円貯めればいいの？おいくら万円。何か仕事あるか？一番近くの仕事をくれないか。300m、ティア1はないわ。ティア1はない。在庫見せてもらえるか。おいくら万円？あれ？品揃え変わっちゃったね、君ね。品揃え変わっちゃったよね。あれれれれ？ちょ、待って。俺は、空飛ぶ魔法の、ジャイロコプターを買い取りに来たんだよ。あ、売ってんじゃん。75,000万円。75,000万円です。75,000万円ってやべえだ。ジャイロワークス、どこ行くの俺。もうわかんないけど、とりあえず建物向かいまーす。ウォーターワークス、チラッと出てた気がするけども。気のせいな気もするし。40日までに75,000貯めないといけないっす。やばいっす。こっからが仕事。うわ、危ねえ。コブさんみたいな穴にはまるとこだった。ちゃんと塞ぐのをサボってると、あそこでハマって大変な目に遭うからね、こうやって急いでる時に。あの手間が、今の私を救った。でも次やるとき多分あれ穴開くんだよって思うけどね。ちょっと不安だよね。今右取れ足りなかった。なわけねえか。700m だったら700m の取れ足に誘導してるもんだったんだな。こうやってワークス。これあれっすね。一度来てるウォーターワークスっすね。今、裏の扉開いてた気がする。あ、ウォーターワークスは来たかどうか分かりやすいんでね。こっちに木が生えてない時点で来てますね。OK でーす。あさってないだと車を。なるほど。
よし、行きましょう。てるてるてるて5分スタート。てて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 。うほう。でででで今の効果音は本当に俺が落ちそうだから言ったらちょうど周りよしっぽくなったっていう。でで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 での続きはでで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 で。これは大事じゃね。てるてるてて、おほ、てるてるてるてて、てる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 てて、てるてるてるてて、てるてるてるて、ちょうど効果音が合うっていうね。もう一人、イエス。こんなことやってる場合ではないのでは。強い武器でいこう。ちょ待って、なんかおかしい、なんかおかしい、あのマーカーの位置。うーわ、あ、来てくれた、ありがとう、あらっす、あらっす。 OK っすね。パッパッパラッパ、よいしょ。よいしょ。金目のもの、金目のないか。お星部屋以外金にならんよな。うあったね、これ金になるのよ。ならな、これちょっとキープだ。スクラップでいっか。金目のものは欲しいけど、色つけるのも欲しい。敵はおらん。上ゾーンに来てるな。まあいいや、気にしたら負けだ。だけ？だけだね。嘘、こっから登れないの。見とけ、俺のゾンビパワー。ゾンビアタック、ゾンビアタックにはなってないけどな。ゾンビアタックっていうのは死んでも死んでも突っ込んでいくあれですよ。物量作戦に似たあれですよ。言葉の使用法間違…ああ、こっち側に押した。めんどくせえ。使用法間違っております。そういえば前回こっち行かなかったよね。特に必要ないんだね。敵上にいる。下にいる。これ多分奥だよね。お、お前か。ショートカット、あ、しまった、こっちに落ちた。タラッタッタ、どうする、こっちショートカット使ってみる。どうせ俺地雷踏んでも大丈夫だし、たまにはこの上使ってみる。でも殲滅なんだよな。いいわ、こっから行くわ。嘘、あ、銃、水の中で銃使えなくなってるかも。泳いでる扱い、俺。あ、なるほどね、俺泳いでる、泳いでる扱いなんだね。あ、でも水中で振ることはできるけど銃は撃てないんだ。本当に
打てないやっぱり。へえ。実際の銃スイッチでも使えるはずなんだけどな。どうなんでしょう。よいしょ。もう一個先。死んでいる。下ですね、マーカーは。こっち降りたらどうなんの。どうやって出るの。あ、こうやって出るんだ。へえ。へえ、それは知らんかった。できないのオッケーだね。残念でした。スレッジハンマーのパワーの方が強かったです。届かない。残念でした。あなたはマーカーに映ってたのよ。残念ながら裏は取れなかったですね、私の。どこよ。こっち、あっちにいるな。うそれはちょっとビビります。それはあなたの勝ち。サプライが通ってますね。一回これでこのまま。なんかいいのあるから、金目の。やっぱり降りた音したよね。あ、ヘッドじゃないぞ。結構硬いんだな。フェラルホーダーあんなポンスかポンスか倒せてるの。ヘッドちゃんと当ててるからなんだね。これうるさいやつだ。じゃあこれ。ちょ。よし。ヘッドじゃないとあれだね。多分。フェラルホーダーあんな簡単にいかないんだね。全部ピンポイントにちゃんと狙ってるから。あ、そっか、ジャンプいらなくなったんだ。焦り出したらあのジャンプボタンで張り付くのを思い出しちゃうよね。金ボックス、やりか。まあ、1本高く入れるでしょう。よいしょ。本棚は特になかったよね。あれまたとっか。スクラップ飲む。これも金になる。ならねえな。あぶねえ。バカくん、もう一人いるんだよ、どっかに。うう、お前か。ビビるな、それは。よし。OK。クリア、右上。トレーダーと話す。OK です。お時間。13分ってことは、5分引いたら、何分 ?7 分ぐらい。7たす5は、12。じゃあ、8分ぐらい ?8 分ぐらいか。そうだよね。13分。うん。8分9分っすね。ティア4回るの。もうちょいどうにかできた。うーわ、マジか。それは困った。250。スクラップ。ROC の27だから1回置いてっか。ハンターはちょっとなんか俺使い道あった気がするんで、ハンター持ち帰りたい。紙かな。で全部イエス。うわノー、取れない。そして持ち帰らないといけない、さすがに。でしょ。おー、びっくりした。あれ、これさ、前回から変わってたんでは。なんか俺前の前もさあ、変わってるっていう言葉を発したことがあるような気がする。おが
なんかマスのカーソル調子悪いかな。あと、待て待て待て、俺のところに来んだよ、木倒れてくる。よしよし。びっくりした。びっくりした。リアルで肩すくめちゃって今。ドゥフッとくるから。めっちゃビビったわ。ガソリンスタンドで給油したい。トゥイーン。トゥイーン。ウォーターワークス、10分切るんだね。やべえな。スレッジハンマーや、最強説。そろそろティア5出てこねえかな。ティア5どこなんだろう、俺。あの、ジェンさんの近くはティア5いっぱいあるの知ってるけど、ここら辺ティア5見かけてないよね。結構距離往復させられるのかな。それ嫌だな。金目のものはこっちに食べます。あとでね、あのお金高く売るアイテム使って売りましょう。これ金になんねえんだよな。金だな。これかっこいいよな。これ移動速度が 20% でいけえぞ。 20% はでっけえぞ。あ、金があった。これもや、槍はいらんってよ。ピッケムニーは売っ払え。この売っ払え。よし。いいっす。よいしょ。弾とかこっち入れる？弾こっち？タッタッタッタラタッタッタッタラタッ。これとこれとこれ。これは違う？もうこっちにあんまり入れなくていいかな。まとめて武器のところに入れていい気がするよね。よし、とりあえず必要なかったっぽいね。特に必要性を感じなかったので入らないし。やべえ、あそこがいっぱいになるのはちょっと想定外だった。というわけで報酬受け取って今回終わりにしちゃおうかな。もうさすがにもう一個トレーダーじゃないクエスト行くのは時間がね。ポンプ式ショットガン、ちょい品質いいの持ってないんでくれますか。仕事あるかい。 1.3 キロ、レッドメーサー。マジか、レッドメーサースピードアタック始まりますね次。俺前回やったっけ、スピードアタック。あ、レッドメイソン俺置いてきたものがあるからちょうどいいか。金目のもの回収して帰ってきましょうか。そうしましょう、そうしましょう。それはいい考えだ。あ、金。あれ、これフェラルホールに映ってたのでは。よし、金。まだ足りないよな、さすがに。さすがに足りないと思う。というわけで今回は移動しながら終わりにしよう。コメントをチェックして、燃料よいしょ。建築大変すぎる。これクラフトピアですね。クラフトピアね、楽しい。びっくりするぐらい楽しい。おへー。まああれでアイテム振り分け機とか、もうちょいなんか工業要素来たらほんとやばいよね。でもな、スポーンとかかな。やはりセブンデイズとは違うんだな。いや、セブンデイズみたいな状況でクラフトピアの要素が混ざったらいいんだけど、多分公式はそこまでやらないよね。
レッドストーン回路みたいなトラップみたいなのを研究開発できるようになったら面白いと思うんだけども、今のところそれがないから、無理やりなんか AI をバグらす系のトラップを考えるっていう違う方向に思考がいっちゃってるもんね。そうじゃなくてレッドストーンで頑張ってなんか仕組みをああだこうだ作るっていうのが楽しいと思うんだけどな。トラップゾンビがぶっ壊すからね。ただのサバイバルゲームになっちゃってるもんね。まあサバイバルゲームなんですけども、マインクラフトという巨匠合ってるよね、あるがために比較されがち。そして私はちょっとだけ工業モッドで遊んでたから、さらに楽しみを知っているっていう。今のところファクトリオも面白かったな。工業モッドでもね、結局ね、なんだかんだ言って工業モッドが楽しかったんだよな。マイクラのあれは神だよ。よし、到着だ、レッドメーサー。というわけで次回、レッドメーサーを、ゾンビの足音が聞こえたのは叩きましょうか。金、これ金じゃない、これ金じゃない、280、金、これ500、金、あ、クロスボウこっち置いてきてる。クロスボウちょっと持ち帰るか。じゃこれさ、入るかどうかわかんねえな。入るかどうかわかんねえな。どうすっか。一回一応バイクの中に入れとくか。でもバイクにしまいに来るんだよね、俺途中で。よいしょ。よし、というわけで次回、レッドメーサースピードトライ。行きましょう。流れるようにとレッドメーサーいけるのかどうか。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。地雷回収できたらな、ほんと神ってるんだけどな。静止画でした。残念。